箱の中身は何だろうなゲームリターンズ。よし、レリーフあるから頑張るぞ。昨年の11月の放送で行われました箱の中身は何だろうなゲームが今夜復活でございます。久しぶり。もうルールは約1年ぶりですかな。そうですね、もう昨年11月なので1年ぶりですね、はいはい。まあ、ルールはもう説明不要でございます。もう箱の中に入っているものを手を突っ込んで当てるというシンプルなゲームですが、シンプルがゆえに奥深い、そんな内容となっております、はい。制限時間が1人1分以内で、1人1回ずつチャレンジをしていただくんですが、なるほど、はい、失敗した場合、もう今回はたくさんクリスマスプレゼントもらってます。その中で失敗なんてなんていうことでしょう。罰ゲームがございます。なんで。でも前回は足つぼでしたよ。足つぼ、足つぼ、みんなで歩き、なぜか最初そうだよ、成功したのに足つぼやらされたんだ。最終的にみんなで歩いたって記憶なんですけど、カメラに向かってなんかなんでやったんだ、なんであれ、なんでやったの、ね、やりました。あれなんだったんだね、本当ですよ。そんな罰ゲームもありで今回リターンズということで戻ってまいりました、箱の中身は何だろうなのゲーム自体は、うん、もう福島さんも諏訪さんも、まあ、以前も経験してますけれども、はい、結構難しかったですよね前回も。あれ意外と手だと分かんないんだね、あれね、本当に結構分かんないですね、うん、見てる方はね、なんかそうでもないかなと思うんですけど、意外とあの場に立ってやってみると結構分かんない。分かんない、分かんない、うん、なんかいろんな想像膨らんじゃって、うん、なんかね、うん、いやでも怖いよ。緊張感と1分の制限時間と、はい、いろんな制限がある中でやっていくとより難しくなってきますからね。あ、そう、はい、あ、ただ西田さんはやったことあるのっていうコメントが今来てましたけど、やったことはさっきのリハーサルのみです。おお、さっきのリハの西田さんやばかったですか。リハの立ち位置とか、ね、確認がありましたからね。いやね、こうまず手入れらんないじゃないですか、はい、怖くて ね、 もう入ってるね、全然入れてくれなかった。そうなんですよ、だからでも手入れていかないと、うん、自分の妄想だけが膨らんでって、最終的に、ね、どんどんあのドツボハマっちゃうんで、怖くなっちゃうみたいな。そうなんですよね、ちょっとやばい、うまく見通す悪魔、そうですよ、バニルさんですから見通しましょう、うん、見通しましょう、見通させてくれ。めっちゃ箱の方見てやべー、何が入ってんだろう、ね、やべーな、結構リハで、ね、えげつないリハではなんか骸骨入ってたんですよ。骸骨入って、なんかだから本番めちゃめちゃ怖くて、そうだ、自動で動いたんですよ。え、自動じゃないですよ、あれは。ダーニュ氏がボックスを押しちゃったんだ。そう、だから骸骨がもうこんな、こんなになってたんだ。実際動かないものが自動で動いた気がして、僕はすごいびっくりしたんですよ。いや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 、そのびっくりしてる西田さんを見てスタッフ一同大爆笑でしたからね。すごいことになったぞと。みんなどんなこと、じゃあどうしましょうか、順番としては、どうしよう、西田さんからいきます。大丈夫です。いやです。では西田さん、スタンバイの方よろしくお願いします。お願いします。あ、じゃあのボックスのコーナーの方に逃れられない。うわ、これは、うん、もしかしたら1個目が一番優しいかも。あ、可能性はだといいですね。もしかしたら可能性もあるかもしれない。そうですよね。でもなんかそうだよな。でも、ね、レベル上げてきてるかもしれないですよね、スタッフさんが中に入れるもの、はい。いや多分ね、さっきのリハーサルを見て、うん、西田ダメだなって思ってらっしゃると思うんで、ここはねちょっとあの難易度下げてくださってるはずですね。このファンのスタッフさんですからね。なるほど、このファンのスタッフさんだから、いや、やめておきましょう。、はい、ではまずはですね、これあの正解は視聴者の皆さん、そしてスタジオチームには見えるようにしていただきますので、カバーを取っていただきます。ここで、福島さん、そして諏訪さんのファーストインプレッション見せていただきましょう、はい、楽しみ。ではカバー外してください、お願いします。ドン。え、うわ、え、なに。ちょっと、やべ、おい、ちょっと待って、ミスターさん、さっきよりやばい。あのね、やばい、さっきより見た目のインパクトはでかい。やだ、私は無理です。やだ、マジでやだ。もうやだ。え、これ当て、あ、でも頑張ってください、まだ1問目ですから。そのリアクションの後にやだ。え、でもマジで私は嫌です。これ分かりますか、もう。大丈夫です、はい、そうだね、そうだね、見たらやばい、見たらやばい方が触れるよ。ね、これさ、見たら、見たらやばい。制作スタッフの、まあ、なんでしょう、人間としての価値観が疑われてもいいという。なんでこれにしたんですか。結構攻めたよ。いや、せいか、これ絵だけで見たらマジやばいですよね。何してんの。では、
こちら制限時間は何してんのって1分でございます。切れてますね。でかくね。1分です。大きいしなんか、私一瞬これなんか本物っぽいよね。私も本物っぽいなって。では2人ともこの辺りにしましょう。この辺りにしましょう。そうだそうだ、はい、ごめんごめん。全てはやめて。ほんとちょっと待って、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。でも時間あります。いやでも1分でございます。1分です。1分だからやばい。本当に嫌です。よーい、いやでも頑張って、スタートは頑張ってください。とりあえず変える。手を入れてください。手を入れてください。違うけど。あーやばいんだけど。あー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 なんかあーあーやだー。なんかけばけばしてる気がする。いいよいいよ、合ってるよ。やだー、やばい。この野郎、この野郎。うわ、動かないと信じる、動かないと信じる。よし、いい子だ、いい子だ。よし、いい子だ。よし、いい子だよ。いい子だよ。これ、何これ。この紐それは関係ない。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 いい子だよ。そっちだよ。いい子だよ。それを頑張れ。いい子だよ。反対側も触ったら結構当たるかも。反対側。反対ってどこの反対？前側。そうそうそう。左手ボコボコしている。下にこれ、はい、そこら辺が、ね、今パキッて言った。はい、では手を抜いてください。やる、手を抜いてください。わかりません。手を抜いてください。やるさん、このゲームってさ、はい、じゃあいっぱい答え言っていくゲームじゃなかったっけ。わかんない。もうバスッと言ってました。でもいけ、そうか、はい、やってる間に言えばよかったんだ。そう、でも、はい、いいと思います。あ、でもここまで来たらもういけるはずですよ。待って、西田さんなら。西田さんやばい。いけるかな。大丈夫ですか。ちょっと無理。やばい。何もわかんない。泣いちゃう。何もわかんなかった。行きましょう。見通して、見通して。細いからの、結構、ちょい、そう、そう、太いフォルムから背中パコパコしてた。そうそう、背中パコパコはあんま考えちゃいけないけど。手触り的にどうでしたか。紐。紐は関係ない。紐しかありません。ねえ、なんだろう、全然わかんない、本当に。頑張れ、なんか、毛。そう、毛ってことは、毛ってことは。サイ？え？聞こえなかったことにします。サイってそんなちっちゃくないよね。ちっちゃくないです。大体それぐらいの大きさだよ。頼む。大体それぐらいの大きさ。大体それぐらいの大きさです。いや、本当なんだろう。黒です。爆弾効果してきました今。黒い生き物。そうそうそう、黒です。黒で。バニルと同じ文字数。そうです。あ、こうやって見通してんのか。タララ。なるほどな。三文字のカタカナです。だいぶいる。バニルと同じ文字数。黒くて三文字で。だいぶ言うな。黒くて三文字。街中でいますよ、よく。あの歌舞伎町とかにも。枯れ木とセットで SE が流れてる。セットでもいいかも。木とかによくいじるかもしれないし。もうちょっと見通したいかな。もうちょっと。あ、そうです。あの、なんだったら飛べるかもしれないですね。飛べますね。お尻がかゆい。見通せた。お尻がかゆい。見通せましたか。あ、ごめんごめん、ちょっとごめん、お尻かゆくなっちゃった。大丈夫ですか、皆さん。どんな鳴き声出してるの。あ、お、行きました。見通せました。では、はい、ご自身の中で見通したものを教えてください。はい、